改正少年法では18歳、19歳を特定少年として実名報道を可能にするなど厳罰化が進んでいます。今回私たちは凶悪犯罪で服役している少年無期懲役囚たちを初めて獄中でインタビューしました。彼らは何を語ったのでしょうか。人を殺したろ。え？人を殺したわけ。人を殺したから入ったわけ。ああ。ちょっとなんで腹を立てるようなことだからどうもならんね。ああ。それから人を殺すんだから。ああどうにもならないんで。彼は95歳、殺人罪で50年間服役している無期懲役囚だ。今何が楽しみですか？何が楽しみですか？これが楽しみなんだ。絵を描くことは。時間通しですわな、あれを言うわ。認知症が進み、犯罪の詳細は覚えていない。描写の隣は霊安室だ。獄死がひたひたと迫る。あれ！あれ！あれ！岡山刑務所。受刑者500人のほとんどが生命犯、つまり人の命を奪った罪で服役している。半数は死刑に次ぐ重罰、無期懲役だ。厳罰化で有期刑の最高が30年となり、無期懲役はそれ以上服役しないと仮釈放の対象にならない。岡山刑務所の仮釈放は2012年からの5年間はわずかに3人。高齢化に拍車がかかった。刑務所側は高齢者専用の作業場を新たに作った。はい、反対見て。塀の中でも老老介護が一気に進んでいる。さっきなんかおしべも変えてました。あ、だからもうあの誰べも証明も全然わかりません。え、誰べも証明も本人はわかりません。あ、はい、食事は刻み食。食後には血圧など何種類もの薬が配られる。最低は10年見とかなあかんと思う。いやもう90過ぎますね。そうです。あ、うん、まあそれまではもうない、命がないと思う。あ、有期刑が羨ましいですか？そうですね、やっぱり有期やって聞いたら羨ましいなあ。でやっぱり必ず出れるから。そうですね、うん、はい。生きて社会に戻る。要介護者をよそにグランドでは無期懲役囚たちの生への執念が弾ける。元気ですね。そうですね、元気ですね。今いくつですか？と今年10月72ですね。72、はい、ここで走るんですか？はい、走ってます。だからここにそのずっといると思えば思うだけ元気でないと困りますよね。逆に自分自身が。それはこの中で病気したら大変ですからね。やっぱり同じ懲役に介護してもらうのも嫌だし。塀の中にいても社会で起きていることには敏感だ。やっぱりコロナと
ウクライナのことですか。犯罪なんですか。僕は強盗殺人です。無期です。無期、はい、やっぱり戦争はいけないと思いますね、はい、どんな理由があってもダメだと思います、はい、岡山刑務所には少年事件の無期懲役囚7人が服役している。重大事件の主犯たちだ。やはり社会の注目を集めた事件が多いですので、忘れた頃に入ってくるんですけども、あの時の事件のというような思いはやはりあります、はい、4月に施行された改正少年法では18歳と19歳を特定少年とし、実名報道が可能になるなど厳罰化が進んだ。事件当時法律に守られ実名を公表されなかった少年無期懲役囚たちが獄中で報道特集のインタビューに答えた。何かを忘れたいかのようにひたすら走り続ける男。19歳で事件を起こし服役している無期懲役囚 A だ。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 A はキリスト教の洗礼を受け入信、精神的な拠り所にしていた。初めて死にたいっていうことも考えましたし、周りはみんな大人ばっかりで、やっぱり夜中になると一人で涙流したり、そういうこともしょっちゅうありました。この日もグラウンドを走る A の姿があった。服役して22年、年は40歳を超えた。だから最初に無期懲役と言われた時も、そんなに重くはあった変ですけど、多分真剣に考えてなかったのかなと。いまいちその実感が持てないというか、人ごとのようで、本当にこう重く受け止め出したのはやっぱり刑務所に来てからですね。罪名は殺人でしたっけ。はい、殺人と死体遺棄です。時代がもし違かったら、自分もそういうふうになる可能性はあったのかなとか。死刑ということですか。はい、無期懲役という境遇について話し始めた。毎日同じ生活、同じリズムでやってると、もうちょっと時間の感覚がやっぱおかしくなってきましてですね、もうそんなに経ったんかな、思えばですけど、やっぱりちょっと外と中ではやっぱり時間の流れがちょっと違うんで。22年、もう2年間同じ風景ですか。そうですね。変わらない。変わらないですね。そうですね、あの向こうが、どうなってんのかなとか、はい。A は模範囚の中から選抜され水上の班長になっていた。全受刑者の食事の手配を一手に引き受ける重要な役目を今も続けている。何歳の時の事件ですか。17歳です。17歳、はい。罪名は何ですか。全部はちょっと言いたくないんですけど、はい、強盗未遂、強盗致傷、強盗、殺人、死体遺棄とか。被害者は何人ですか。被害者は2人ですね。亡くなった方、亡くなっていない方ももちろん合わせたら全部で6人ですけど。6人。はい、罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては死刑をもって処断すべきときは無期刑を科する。死刑相当でも
18歳未満には死刑を科せられない。17歳だった B はいわゆる死刑向きと呼ばれる少年だった。99年山口県光市で起きた母子殺害事件では18歳の少年の死刑が確定している。 B はいつもこの事件と自分の事件を比べてしまうと語る。18歳と1ヶ月って、まあ、自分は17歳と3週間でしたけど、やっぱりなんか死刑って聞くとなんか複雑な気持ちになりましたね。っていう人は、はい、たったほんの数ヶ月の違いで18歳だからそれで死刑に、ね、通されるという。事件で被害者家族が崩壊したことに触れると後悔の念が極まった、まあ、家族との関係、被害者の、ね、ご家族の関係まで自分が崩してしまって、で孤独のうちに死なせてしまったんかなと思いましたね。その時はもう本当に後から後にならんとそういうことがやっぱ気づかんことってあるんですよね。若すぎるっていう、まあ、そんなのは言い訳にならんですけど、本当に自分自身が申し訳、本当に情けないというか、なんでこんな軽々しくこんなことまでしてしまったんだろうって、本当にもう申し訳ない気持ちでいっぱいですね。出口が見えない無期懲役刑は B に社会で生きる自信を失わせてしまったようだ。出てもゼロのまんま来てるから、社会経験自体がここで生まれてここで育ったみたいな、それでポンって出されて何ができるっていう、もうその大きな不安がそっちの方が勝ってるから、だから早く若くして出れたとしてもそれで本当にやっていけるかって言われたら自信はないですし。C は50代、19歳の時の凄惨な事件は少年犯罪の厳罰化に拍車をかけたと言われる。一審死刑、二審で無期懲役に減刑された。まさに死刑と紙一重だった。死刑って聞いた時はどうでしたか？まあ、当時は正直ちょっとショックみたいなのもありました。はい、ショックでした。はい、珍しかったでしょ、少年の死刑。はい、あの永山のりおさん以来だと言われてました。はい、永山事件とは1968年、19歳の少年永山のりお元死刑囚がピストルで4人を射殺した事件だ。永山元死刑囚には97年死刑が執行されている。C は一審で死刑判決を受けた後、死刑囚として処遇されていた。二審判決で無期懲役に減刑されたニュースがラジオから車房に流れた瞬間、予想外のことが起きた。夕方にこのラジオのニュースで流れたんですね、減刑のニュースが、はい、その時に独居の中から拍手をしてくださった方がいたんですね。あ、はい、あ、当時だから良かったということで一人の人が拍手したらそれがこう広がっていったみたいな。あ、それはみんな死刑囚の方たちが拍手してくれたんですね。そのことも自分忘れられないです。はい、2人の被害者遺族に対しての贖罪を淡々と語った。自分が加害者じゃなくて被害者だったとしましたら、自分今母しかいないんですけども、自分の母も絶対加害者許さないと思うんですよね。それが分かるだけにやっぱりこうちょっときついというか辛いものはあります。規則違反なしを示す線、黒は1年、黄色は5年、赤は10年、合計19年間 C は模範囚だ。腹もありますね。なんか腹もあります。珍しいんですけど自分は飼ってます。自分はやっぱりこの生き物と一緒でやっぱり育てるので、実際これやってると雑な扱いするとすぐ枯れますし。あ、はい、あ、だけど人間を雑な扱いしましたね。はい、それはもう、あ、
少年事件の無期懲役囚たちを他の受刑者はどのように見ているのだろうか。大変だと思いますね。はい、まあ、私たちが見るとその息子のような年代になってくるので、はい、大変だと思いますね。その少年も俺自分たちと変わらんぐらいの刑期であれば、30年以上になりますからね。それは大変だと思います。若い一番いい時期をこういうところに過ごすっていうのは、どんな人にとっても辛いだろうなと思います。出所者が一時身を寄せる更生保護施設古松園。1897年、後に総理大臣になる犬養毅らが設立、岡山市長が歴代の理事長を務める。岩戸健園長は少年院の元教官、保護司でもある。仮釈放後面倒を見た無期懲役囚はおよそ30人、今も服役中の50人の身元引受人になっている。古松園の定員は20人、なんと6人が無期懲役囚だった時期もある。あそこは犯罪に関わった人がおるとこだということは知ってますがね、まさかその岡山刑務所から武器がいっぱい来とるというのは知りませんが。どっか行ってくれとかいうような話にはならないですか。まあ役員も町内会の人も入ってますからね。礼拝堂には無期懲役囚たちの遺灰が納められている。仮釈放後時を置かずに死亡するケースも少なくない。やっぱそのストレスって人間関係から来る。まあそうでしょうね。対人関係しかないですよね、刑務所では。もう彼も胃がんだったですかね。岩戸園長は犯罪記録を見るたびにやりきれない気持ちに襲われるという。もうそれは生きてるままコンクリートドラム缶入れてコンクリート詰めしたりとかね、もうそれは普通では考えられないんですよ。もう完全に強盗に入って金取って見つかったから殺したんですからね。何の被害者のうちでもないわけですよ。だけどなんでまたここで引き受けるんですか。彼らが出るんであれば一遍はね、その人間らしい生活に戻してやってね、自分の心を目覚めるというかね、それをさしてやればいいかな。皮肉なことに長い刑期は刑務作業の技術を飛躍的に高める。雑念が入ってたら、このろくろ引き上げるときにですね、ブレてから成形がうまくできませんので。彼は備前焼の名人と呼ばれた無期懲役囚だ。現在70代後半、35年服役し3年前に仮釈放された。この周囲は知らないでしょう、はい、あ、これは誰も知らんです。やっぱ暮らしにくくなりますかね、バレちゃうと。それは暮らしが難しいでしょう。今までこの近所付き合いされる人も態度が変わってくるのは当然ですからね。備前焼の工房で働きたかったが、コロナの影響もあり実現しなかった。そうです。これも焼いたやつですか。そうです。あの刑務所の中で、はい、仮釈放されても厳しい遵守事項で縛られ違反すれば無期懲役囚として再び収監される。酒もやらん、タバコもやらん、ギャンブルもやらん、もう一切もそういうことはやってないですから。やっぱり気を使って生きてますか。だからそこらは対人関係なんかよくね、注意してから生きてますんで。私たちは仮釈放されたものの、再び収監された無期懲役囚の存在を知った。仮釈放後、
駐車違反などで再び収監され、34年間服役している無期懲役囚がいた。だけどまた無期でって言った時はちょっとショックじゃなかったですか？もうだいぶショックでした。あ、せっかく出れたのにと。はい。まあ、これぐらい大丈夫やろうなと思っとったんですよ。あ、まあ、その自分のまあ考え方が浅はかやったんですけどね。これから先まあ何年生きられるかなってそれぐらいは思ってましたね。もうここで終わる覚悟はできてるんですか？はい、もうできてます。ギャンブル中毒で強盗殺人事件を起こした無期懲役囚が仮釈放後、遵守事項に違反して競艇場に出入りしていることが発覚、再び収監されたケースもある。まあ厳しいですね、遵守事項というのは。それはそのためのまあ遵守事項で、武器についてはもうそれは徹底してますよね。もう出られないですよね、多分出さないですわ。せっかく武器で出したのにということですよね。全国の無期懲役囚は1750人、仮釈放の平均刑期は38年近くに及び終身刑化している。仮釈放の目処が立たない厳しい現実を元少年刑務所長はこう呼んでいる。無期の子の年金開始を知らせむと面会表書く父卒寿なり。逃れようのない後悔と生への執念、死刑を免れた男たちの葛藤が続く。